エリコギター実は次でラストの曲なんですけれども、ちょっとあの実は助っ人を呼んでいるので入ってきてもらいましょう。なんて呼んだらいいんだろう。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。自己紹介お願いします。よしえです。よろしくお願いします。そう呼べばいいのね。よしえちゃんです。お願いします。はい、あの急遽私がこの曲歌いたいねんってものすごいわがままを言ってね、いきなりこれ歌える週間目くらい、そうそうそう、これ歌えるとかいきなり言い出して ね歌いたいねんお願いみたいな、めっちゃ聞いてね、そうそう、めっちゃ2人でカラオケで練習してね、7時間くらい、そ結構いて、結構いて、それだけとこの曲ばっかり、そう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 、ずっと練習してた曲がじゃああかん、やめとこ、ハードル上がるからやめとこ、練習をしました。あ、ね、大丈夫、上げて、分からん、あ、本当ちょっとぐだってきたので、しかも長い曲なんで、あの時間がやばいのでそろそろ行きたいと思います。あのマクロスフロンティアというアニメがあるんですけれども、そのアニメの中で、2人の歌姫が出てくるんですが、シェリル・ノームっていう銀河の妖精と、ランカリーというあの なんだろう、銀河の妖精じゃなくてえ、何やったっけ、ランカリーっていうあの売り出し中のアイドルみたいな感じの女の子と2人出てくるんですよ。で、彼女がシェリルノーム役のところを歌ってくれます。私はランカリーのところを歌います。あのなので皆さん知ってる曲とかになったら一緒に歌ってもらえると嬉しいです。お願いします。聴いてください。ニャンニャンサービスメドレーI'm not afraid to die.
目が見えたどっから見たもうエリさん見えないよこれでいやいやびっくりしました今日はなんかエリックピアノということで嘘ついて何なんですかえ、そんなピアノ、ピアノ難しかったですか？ピアノね、あの、すいません、実際もうちょっと弾けるんですけど、あまさかこんなに指が動かないと震えた震えてましたごまかし、ごまかし、今日はごまかしではないですごまかしはちゃんと、押さえてた鍵盤をちゃんと押さえてたへぇいやー、エリコギターさん、途中でどっか弾かれたんですかなんかね、その辺ぐるぐるしながらそうなんです、僕ちょっと恐れてそのカーテン越しに登るじゃいないと思って後ろからパッと現れてびっくりしたんですよ、あ、そうそうそう何人おんねんと思ってね、ランカちゃん、ずっとシェリルがずっと歌っててランカちゃんが途中でキラって出てくるからそれがしたかっただけなんですあ、それしたくてそれだけのために体操に回り込んで、やっぱそこ盛り上がったどうなんですかいや、わかるやろ、はい、わかるやろ2人はあの、どういう関係なんですか高校時代はどんな仲いいんやなんかさっきなんかえあのどう読んだらいいんやろみたいなめちゃギクシャクしてんだったどういう関係なんやろ思ってて同級生あんなに読んでたからちょっとで、なんていう名前で活動してるか知らへんあ、そこまでは知らへんねやあ、久しぶりに会ったわけ1年ぶりそれ話せいやその時なんでせえへんねんまあ、必死にそう、しかも先ギターみたいなさっきギターね開演してからとかなんか告知とかしておくことありますかはい、ですね、エリコギターなんですけれども今週の今週ですね17日に、ホリエゴールディさんというところで、イベントに出させていただきますはいで、その後ですね、うん25日、はい、日本橋のギルドさんというところで、うんはい、アニソンイベントに出させていただきますおよかったら皆様ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますもちろんその時ギターはもちろんその時ギターは持ってますよ持ってる、あ、持ってる、とりあえず持ってる本当こそエリコギターが見えるわけですねあ、本当、そうです、本当、違う、そう、ほんまに次ウクレレとかそんなちゃうやろなエリコウクレレ、だんだんおもろがっていくやんいや、面白いキャラじゃないんだこいつもエリコちゃんギター飛ばすもんなどんなキャラじゃないねん X ジャパンやんそらもう持ってこんといてギター絶対潰さないです大丈夫ですそんな変なキャラみんな分かってますはい、はい、なんか告知ありますないですかなんか言っとくいや文字文字がひどいもうずっと文字文字してはるやんかこう何でもいいですよ今週のバイトのシフトでもいいし何でも告知があればそれはやめてくださいはい、はいはい、以上エリコギター